タメ要素をあまり入れずに本物志向、本当の格闘技をやっていきたいと思ってます。海外有名団体で日本人がなかなか勝てない状況なので、勝てるような日本人を、勝てるような日本人を、今 UFC が発表になくて、フェザー級だと僕は一番強い、全員ぶっ飛ばして、僕が席下がって世界に出たいな。日本って武道ってあるじゃないですか。だからその心を忘れないためにこれを立ち上げる、トップフライツ、本物志向のトップになれるような団体を作っていきたいので、ぜひこのトップフライツを使って、世界への切符を取ってほしいですよね。自分はトップになれると自信を持って言える選手が欲しいですね。32なんで、なんか勢いある若手を全員ぶっ飛ばして、僕が席さらって世界に行きたいなと思ってます。はい、とにかく海外でファイトマネーをもらって試合したいと思ってる。それ当然、そのトップ団体っていうのもあると思うんですけど、まあ、その他のね、海外にはたくさん団体あるんで、そういうところでぶっ飛ばして本当にこう世界トップ戦線に出れるようになりたいと思ってます。一応 ACF チャンピオンという肩書きも持ってます。そうなんですね。レスリングで圧倒して海外でも活躍できるような選手になりたいです。お願いします。はい、自分の前で、はい、当たってる、いやだ、ナイス、いいよ、ナイス、引き込む、引き込む、組み取れる、組み取れる、決めてもいい、決めてもいい、入ってる、入ってる、え、どうも、よし、はい、うまい、じゃあ、握手。
結構寝技上手いですね。ありがとうございます、はい、あのチョークとか結構得意なんですか。はい、練習でもよく決めてる。僕まだアマチュアなんですけど、はいはいはい、柔術とグラップリングと MMA で100戦以上して勝ち越ししていて、で先月の行われたグラップリングのグラジエーターカップという大会で大人と混じって12人トーナメントの賞金大会で優勝しました。もうすげえな。え、今何歳？14歳です。 14? すげえな。ここに応募した理由は強くなりたいからです。いいね、シンプルだ ね。うまいね。この団体に応募したきっかけはただ単に強いやつ と、試合をしたいからです、うん、はい、ありがとうございます。はやっ。団体この試合に応募したきっかけは、サスケ TBS のサスケに出るために肩書きを残したいのでこの団体に出させていただきました。すごい理由だな。そっちが本命なんだ。一応本職は MMA なんです。本職、ベルトは4種目制覇、 MMA とシュートボクシング、キックボクシングとムエタイのベルトを持ってて7冠持ってます。なんかすごくて俺がもうついていけない。でも、うまそう。すごい。ありがとうございました。そうですね、でも結構いい人いましたね、プロもアマも。はい、自分はそう思いました。なんか思ったよりも、まあ本当に本格的にやりたいっていう人がなんか多くて、すごい嬉しかったですね。うん、それはまだ言えないですよ。ね、まあ自分は言うか、うん、言わない方がいいんじゃないの。まあいましたね。まだ言わない方がいいか。うん、言わない方がいいと思う、うん、そうですね。まあ大体もう決まってるんで、まあそれをまとめてなんで、まあパッと決めちゃった方が、まあ向こうも嬉しいと思うので。まあまあそうね、今、このトップブライツ立ち上げたばっかりじゃないですか。でスター選手もいないんで、俺は絶対この新しい団体でスターになれるって方は、ぜひ応募してきてください。今が絶対チャンスだと思うんで、今誰もこのトップブライツにスターがいないんですよ。だからそこに皆さん今あるチャンスを掴んでください。お願いします。